しいものも食べてますか皆さん、しっかり美味しいものねたくさんあるので楽しみながらね、ご飯食べながら見ていただきたいと思いますけれども、曇ってきたんですが、やっぱりまだまだね風吹かなかったら暑いんで、水分補給はしっかりしてくださいね。熱中症にはね気をつけてください。さあ、そして今からスプラッシュのステージなんですが、赤の線のところはカメラを撮影する方なんですが、前のピンクのところはカメラの撮影ない方は座って OK なんで、よかったらどうぞ前に、いいですよピンクの前の子供たち、よかったらどうぞいいよいいよ、前に来てもいいよ。ピンクのところはカメラ持たない方は座って OK なので、お子さんとかいらっしゃる方はいいよいいよ、来て来て。カメラ撮らない方はお子さんたちは前に来てスプラッシュ見てもらって大丈夫なんで、お子さんたちよかったら前に来てね、見てください。見にくいよっていう子供たち、よかったら前に来て見てくださいね。さあ、スプラッシュなんですけど、さっきちょっとお話を伺ったら、浴衣、自前の浴衣なんですって。なんかちょっとね雰囲気がみんなねいろいろあっていいなと思うので、ちょっと誰がどんな浴衣着てるのかチェックしてもらいながらね、楽しんでもらえればと思います。では行きましょうか、スプラッシュです、お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。自己紹介を早速したいんですけれども、ちょっと待てーということで、ちょっと待てー、今日は浴衣でーキーサー、はい、ということでね、私たち浴衣でステージに参りました。はい、だからね、浴衣にぴったりなちょっとおしとやかな感じでね、はい、自己紹介をしていけたらなと思います。はい、じゃあ早速いきますね。ココハです。アイコです。ユキナです。ハクナです。ルイカです。アイです。ワコです。7人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、まず最初はごめん、早速始まる曲に行きたいと思います。はい、はい、最初の曲はこの10期生で披露したいと思います。イエーイ。それでは聴いてください、君が仰いでくれた。
わこちゃんでデザイアの代わりに飛んでる何にこだわればいいの愛の見えない時代の恋人たちでまさかさは1曲目は私たち10期生だけで乃木坂46さんの君が仰いでくれたを披露しました。私はですね、個人的にこの歌詞が青春してて可愛いなって思いました。いいね。どこら辺小さな告白にドキドキした、一番のキュンキュンポイントね。そうなんです。一番すごいピークだよね。そう、キュンキュンした後に私が2曲目に中森明菜さんのデザイアを歌わせていただきました。かっこよかったね。めっちゃ緊張してなんかもうバクバクで、そう、その後にね、愛ちゃんもゆきなも踊ってくれてありがとうございます。袖が大盛り上がり。そう、あのコールもありがとうございました。はい、そうでね、今日は最初にも言ったんですけど、私たち今日浴衣なんですよ。浴衣で金祭ということで、はい、でも浴衣ともう一つ注目してほしいポイントがありまして、私たちの髪型です。大切だよね、浴衣。大切でね。でなんと今日この髪型、広島県理容美容専門学校の生徒さんにやってもらったんですよ。それぞれリクエストしたりしてちょっとやってもらったんですけど、そんな広島県理容美容専門学校さんのブースが皆さんの右後ろ、お祭り広場の場外になるんですけど、無料で2時まで体験ができるので、ぜひ浴衣の方もたくさん見えるので行ってみてください。はい、ということでね、そして次の曲はあのスペシャルゲストと一緒です。ではでは呼んでいきましょう。はい、せーの、サンジくん、フレッチちゃん。おサンジくんかっこいい。シャカちゃん。そうですね。そう、次の曲はサンジ体操をするんですけど、ちょっと私たちが浴衣でちょっとあんまり大きくは踊れないんですけど、その代わりにサンジくんとフレッチちゃんいっぱい大きく動いてくれるので、皆さんぜひ真似しながら、フレッチちゃんもね、あ、そうだ、フレッチちゃんも私たちと一緒に、あ、大きくは踊れないけど、サンジくんがね、そのみんなの代わり全員分大きく踊ってくれるはずな、そうそう、サンジくん8人分ね、ファイト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 、そうそうそう、ちっちゃいちっちゃい、もうちょっとでかくでかく。そして小さなお子さんもよかったら前に出て一緒に踊りませんか。おいでおいで、サンジくんとフレッチちゃんと一緒に。どうかな、いない。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。
ぞ前に前に。お、かわいい浴衣着てる皆さん、かわいい。はい、ということで、あの小さいお子さんだけでなく、ぜひ皆さんも一緒に真似しながら踊ってください。それではミュージックスタート。まず自分の膝に手を当てるところから、せーの、膝からバンザイ、サンジェ、1回、2回、膝からバンザイ、サンジェ、1回、2回、膝からバンザイ、前に行こう。あー、右に海や方たちや後ろのお姉さん方も一緒に踊ってくださってありがとうございます。ではちっちゃい子も一緒に踊ってくれたということで、はい、写真撮影タイムをしたいなって思います。よかったら真ん中に集まっておいでおいで、はい、かわいい、かわいい浴衣着てる、かわいい、はい、ということで、ではあの紫のカメラを向いて写真撮りますよ。 OK かな、準備、はい、じゃあちょっと寄って、うん、ギュッと寄って、では、いきますよ、せーの、1、2、3、フレッチ、もう一枚、せーの、1、2、3、フレッチ、ありがとうございます。じゃあもう一回、いきますよ、あ、伸びします、はい、それでは、いきます、せーの、1、2、3、フレッチ、ありがとうございます。一緒に踊ってくれてありがとう。またね、バイバイ。ありがとうね。それではここでサンジ君とフレッチちゃんが来てくれているということで、はい、質問タイムをしたいと思います。はい、今日の質問は。あ、違う、間違えた。皆さん今トウカさんや市内の方でやられてますよね、はい、いた方いらっしゃいますか。ちなみに行ったよってこと、おおちらほらいらっしゃいます。ちらほら、そう、すごく賑わっているトウカさんなんですけど、はい、そのお祭りでサンジ君とフレッチちゃんがよく食べるもの、お祭りで気になる、はい、を聞いていきたいなって思います、はい、じゃあまずサンジ君、お祭り、はい、屋台で言ったら何を食べますか。何だこれは。険しい顔をしてる。フライドポテト。あ、違うか、違うか、違うか、なんかね、鈴カステラ、鈴カステラが食べたいんだそうです。あ、今食べたい、あ、今ではなくて、お祭りで言ったら食べたいんや。そう、サンフレだったらね、サッカーボールカステラ、サッカーボールカステラといえば錦戸さん、錦戸さんといえばスタジアムに販売されているので、はい、皆さん試合の時に食べてください。はい、はい、じゃあフレッチちゃんも気になるな、ね、フレッチちゃんも教えてください。お、考え中かな、聞きますね。ふんふん、うわ、それ美味しいよね。でも私ですね、リンゴ飴、お祭りっぽい、そうそう、いろんなフルーツの飴があるんだけど、私はイチゴ飴が好きですね。それもいいよね、それもね
で、ありがとうございます。で、今日ね、ちょっとさっき裏話を聞いたんですけど、フレッチちゃんの浴衣あるじゃないですか。これめちゃくちゃおしゃれな柄だなと思って見てたんですけど、昨日採寸してこの私たちと同じ浴衣を広げて、この紫を継ぎはぎして縫って一晩で仕上がったらしいです。そうなんですよ。なのでね、フレッチちゃんの浴衣にも注目してみてくださいね。はい、はい、ということで次が最後の曲になります。はい、最後の曲はタオルを持っているということで、サンフレッチェ広島公式応援ソングのときめいたハートトリックです。皆さん、タオルや手など振り回して一緒に盛り上がっていきましょう。しょう、それでは聞いてください。サンフレッチェ広島公式応援ソングときめいたハートトリック、浴衣は君とフレッチちゃん、ちょっと中央に集まってもらって、お願いします。はい、では写真いきますよ。あ、はい、せーの、1、2、3、フレッチ、ありがとうございます。では真ん中の方からいきますよ。せーの、1、2、3、フレッチ、 OK かな。じゃあ、皆さんから見て左側の方からいきますよ。せーの、1、2、3、フレッチ、
OK かな。はい、じゃあ皆さんから見て右側の方からいきますよ。せーの、1、2、3、フレッチ。OK かな。じゃあ、最後極限右の方いきます。おーすごい、いけるかな。おおすごい、一緒に撮ってくださってる。いきますよ、せーの、1、2、3、フレッチ。はい、OK かな。ありがとうございます。ありがとうございます。次のステージは海上自衛隊呉音楽隊の皆さんです。スプラッシュの2回目のステージは13時10分からです。引き続きにぎわいステージお楽しみください。それでは以上、サンジ君とフレッチちゃんとスプラッシュでした。ありがとうございま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 した。スプラッシュのみんな、サンジ、フレッチでした。ありがとうございました。いやー、いいですね、浴衣姿最高。サンジもフレッチもめっちゃ可愛かった。サンジもかっこいいしね。すごい良かった。